ウィトムイという概念は、仏教の分野で非常に深く、弁証まと色合いを持つものです。客観的に言えば、それらの関係は理解だけでは簡単に洞察できないものです。もし空性の真実を知らず、心と性を見出す境地に達しないなら、私たちは本当に無為法とは何であるかを理解できるでしょうか。これは活用指定の深い領域に属しています。そのため、仏学に初め入った人にとって、私たちはしばしば文字の表面的な表現に頼って、想像や鑑賞を行い、無為法の輪郭をつかもうと試みます。しかし、実際に無為法を如実に体得し、収めることができるのは、心と性を見出した大徳の構想だけです。また、仏学における無為、無為などの名詞概念とそれに対応する修辞法門は、実際の修行プロセスで、それぞれ豊かな多様な層と内包を含んでおり、実際に納め証明する人がいない限り、真実を体得することはできません。これに対して、妙徳も小踊り寺力不足で語りのない比喩を用いて、ある程度の描写を行うことができますが、詳細さと精度までは達成できません。したがって、読者の皆さんは、説明を簡単にするために設けられた言葉に執着しないでください。そうしないと、文字の迷路に陥って、仏法の真実を見失うかもしれません。仏門では、三輪の体が空である、とよく言われます。これは、善行を行い徳を積んだ後、心に後を残さず、功名を図らず、報いを求めず、人我の層、報奨に執着せず、道徳的な優越感や自己の高潔さを感じないことを意味します。これは、無為法の典型的な表現です。例えば、金剛経に言及された、無著僧の伏せは、私たちに善行を行う際に、私が善行を行っているという考えを持つべきではない、そして与える財物の量や、与えられる対象に対する差別的な扱いを気にするべきではないことを教えてくれます。これを達成すれば、無為法の真の意味を実践していることになります。また、金剛経には、実質的には渡されるべき生き物がいない、とも述べています。それは、私、生き物、法がすべて空性であり、生き物を渡す際には、本当に私が強化を行うと感じたり、いわゆる生き物が私の法力によって渡されると感じるべきではないことを意味します。実際には、平凡な人の視点から見ると多くの生き物が存在しているため、私たちの修行の途中の駅を構成し、彼らは私たちに障害を超え、進歩を遂げ、善行の功徳を積むように促します。したがって、私たちは生き物に対して感謝の気持ちを持つべきであり、逆に考えると、実際には生き物が私たちを導いて、修行を助けています。修行者にとって、無為法に触れ、実際に実践できることは、すでに非常に深い周囲の境地です。この時、彼らの見解、知恵、特性、証明はすでに非常に高いレベルに達しており、多くの偽りと制限を超え、無為と無為、私と私以外の法との対立を解消しています。出世と入世の区別がなく、誤解から遠く離れています。このような人々は、真実の真理に徹底的に悟るまでの距離が非常に近いです。無為法という概念は、非常に直感的に理解できます。無為とは、意図的に行うという意味が含まれています。人々が特定の目標を達成したり、ある効果を実現するために、事前に目標を設定し、特定の理論や方法を選択的に適用すると、それがいわゆる作為と呼ばれる無為法の構成要素になります。例えば、誰かが不眠症のために落ち着かず、静かに呼吸を数えることを選択し、混乱した思考を数字のジャンプに集中させます。これは、作為を用いて心身の状態を調整する例です。言い換えれば、特定の方法で事故の状況を対処したり変更したりする行為は、すべて作為、つまり無為法とみなすことができます。仏法を収集する行者にとっては、
彼らはしばしば一連の効果的な訪問を採用して、自分自身の不良な生理的、心理的上、および仏法に合わない思考と行動の習慣を対処します。これは仏門でいう慰法です。瞑想の収集、瞑想を通じてのみ知恵と生命の潜在能力を開発することができます。正座、丹田の守り、呪文を唱える、感想、肝臓、意思をコントロールするなど、これらはすべてそのカテゴリーに属しています。しかし、仏法の修行の真の精神は、その本質を追求すると捨てることです。ここでの捨てるは、教義の布教や捨てることではなく、心のすべての執着、特に信念と欲望に対する執着を捨てることを意味します。自己執着を捨てることができる人は、自然と法執着を捨てることができます。これは、無為法です。意図的に法に従って修行するのは間違いではありません。これは、為法世俗諦です。為法の修練を進化させると、特に修行者が心と性を見出す境地に達すると、すべて自然に成熟し、無為法が生まれます。実際の修行の観点から見ると、為と無為の区別は、心に関わらず、外在な自相ではありません。本当に無心で応じることができれば、無為法です。そして、何も済まないという無為の心は、実際には無為法と変わらないです。無為は独立して存在するわけではなく、ちょうど無為から生まれ、両者は密接に関連しています。強制的に切り離すことはできません。仏法の世界では、法則に従うことを無為と呼び、法則に執着しないことを無為と呼びます。すべての法は因縁の結合から生まれ、因縁が散れば、法を握りしめ続けるべきではありません。世の中には孤立して永遠に変わらない法はありません。もし私たちがまだ平凡で、介護していない、心と性を見出す境地に達していなければ、自然に従う、無為に従って行うという深い理論について語らないようにしましょう。これらは私たちからまだ一段離れています。道と一致するのみが自然と呼ばれ、自己を許可するのではありません。これは修行者の大きなタブーです。日常生活では平凡な人々にとって無為法の体現は進歩を遂げても自慢しない、心に後を残さないことです。私たちは決意を持って法に従って修学し続ける必要がありますが、無為と無為の境界をあまりにも分析的に区別しすぎないようにしましょう。これは無為の干渉する知恵の行為です。ブッダのように覚醒し、道を照すプロセスは、まず無為法を使って非法を排除し、次に世間外の法、無為法の境地に進み、最終的には法の相棒を捨てなければ、完璧な境地に到達することができません。ブッダはかつて言われています。彼自身と彼が伝えた法も最終的に捨てなければなりません。私たちは彼の足跡に追随する必要があります。法はまだ捨てられるべきですが、ましてや非法ですか?という言葉はその意味です。しかし、食事をとるためには一口ずつ噛む必要があり、小学生は大学生のテキストを研究する必要はありません。仏教は材質に応じた教育を重視し、私たちは言語というツールを欠かせませんが、言葉に過度に執着しすぎると、その精髄を把握するのが難しくなる傾向があります。ここで、仏門の弟子として、私は度胸を持って言います。物理は偽りですが、どこでも真実が含まれており、どこでもパラドックスの姿が現れています。二律背反のように、世の中の万物は内容から形にかけて、多様性と複雑性を呈しています。私たちは異なる視点、異なる方向、異なる切り入り口から、その固有の理解できる、感知できる側面を説明し、示す必要があります。世の中のすべての現象は、因縁の二つの文字に離れられません。私たちが1について話すときに、2に対する理解がまだ完全ではない可能性があります。なぜなら、
ワンについて話すときに、私たちはテーマを明確に保つ必要があり、勝手に、2、3、4を引き起こさないようにする必要があります。これは、患者さん外の病気を治療するために来たとき、私たちは胃薬を与えるだけでなく、風邪薬も用意すべきではないのと同じです。したがって、ウィとムイを理解する際には、この文章のような一様な表現に執着しないでください。代わりに、実際に実践を通じて真実を証明する必要があります。そうすることによって、物事の本質に触れることができます。修行の道は同じです。